ばんは、22時ですね。もう回ってます、さっきまでいちごの商品作ってました。というのがですね、まあ、12月に本来取れるとですね、もうほんと嬉しいんですけど、あまおうの大玉ってこの時期なんです。12月じゃなくてこの1月の中旬、今もう大名行列のごとく山が来ました。それで今日は実はスタッフも一人熱で寝込んじゃって、で連休最終日、まあ娘が学校休みでいてくれたから、まだ母とですね娘が手伝ってくれて、なんとかさっき終わったんですけど、まあスーパーに並んでるパック数にして500パック分ぐらいがですね、今日ドカーンと収穫量が上がったんですね。おそらく明日も来ます。でこれまで予約受注していた分のオーダーがですね、もうどんどん出ていきまして、まあありがたいんです、ありがたいんですけど、さあ本当にこんな拳みたいな拳大のいちごが、残ってしまって、冷凍するのもったいないなと思ってですね、まあそれでジャム作ったりジェラートの原料にするのもいいんですけど、もうこの口に入らないんですよ、口に入らないサイズのそのいちごをですね、ぜひ生で見てびっくりこう言ってもらって、食べていただけたらなって、まあ、プレゼントにもいいんですよね。もうびっくりします。いちごじゃないです、もうじゃがいもですっていういちごがありますので、ぜひこの機会にですね、LINE で会員登録されている方はですね、 LINE にも流してますけど、ホームページの会員登録してくださった方、まあ、1回購入された方にはお知らせで流してるんですが、ホームページの会員になられた方限定でですね、30% オフのクーポンも出してますので、ぜひ味わってほしいな、この時期のびっくらこぎます。ということでお知らせでした。以上です。